こんばんは。こんばんは。ありがとうございました。こんばんは。日曜日だ。ちゃんちゃちゃん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 。アイドルなんかじゃなかったらちゃちゃ。好きだと伝えられるのに初めての切なさ。どうやって隠せばいい。もうすべてを捨てたっていいと。あと少し勇気があればステージ乗り越えて普通の人になれた。あんなにも憧れてた。歌って踊る。ななななな。こんばんは。わあ、お化けだらけだ。ありがとう。お菓子ハートコウモリありがとうございます。劇場公演から帰ってきた。お疲れ。ありがとう。帰り曜日感覚戻った。今日は日曜日。お疲れ。ありがとう。わあ、お菓子かわいい。ありがとう。ハートありがとう。じゃじゃじゃーん。こうみんなにお見せしようと思ってこのまま帰ってきました。わあ、お菓子ありがとう。え、日本武道館からの帰り。なんだって。お疲れ。ありがとう。カイリーちゃんの生写真、あ、ありがとうございます。ありがとう。だけどちょっと、だけどちょっと、僕だって怖いな。あなたもありがとうございます。冷蔵庫に入れてカチカチにしちゃおう。バラありがとうございます。猫耳の家族の反応はって、そう、なんかお父さんになんか触覚ついてるよって言われたけど、これ触覚でもなんでもない。何時まで配信、どうしようかな、決めてないけど、なんかいい感じになるまで。かわいい。ありがとうございます。だけグレちゃんと話してない。後でグレに店に行って話したいと思います。どっちが本当のこの家のペットなのか。だけどちょっと、だけどちょっと、僕だって怖いな。あと、ありがとうございます。ねえ、今日は私たちは劇場、 NGT は劇場公演だったんですけど、わあ、お化け、いっぱいお化け、ありがとう。今日ね、あ、チャットに書こうと思ったんだけど、あのね、公演のね、途中ね、袖の階段、楽屋に戻る階段でね、転んじゃったの。もうコロコロコロリって。かわいい。ありがとうございます。転がっちゃったの。そう。まさかの聞こえた。そうだよね、どこどこなのみたいななって、お騒がせしました。なんか大丈夫だった。大事には至りませんでした。うん、すりむけちゃった。なんか多分ね、お風呂で地味に染みるやつ。
まさかの。でも本当に良かったなって思うのが、その転んだ瞬間に私のさ MC 終わりで戻ったので、あのマリナさんとレイナさんのお隣なんですけど、お二人を巻き添えにしなくてよかったなってなんかあのバランスを崩した時に私なんか壁か何かにこう捕まろうとしたけど、えもうそれがさ、こうマリナさんとかじゃなくて、いやマリナさんも転ばせる、レイナさんも転ばせるところだったので、いや私一人で勝手に転んでよかったなって。ありがとう。ね、あのホコリの丘の靴って結構ヒール高めなので気をつけないといけません。タックしちゃうかな。教え機プロジェクト、 ありがとうございます、ありがとう。そう、なんていうの、玉突き事故っていうんですか、コマリありがとう。そう、あれで踊るの結構我ながらハッピーハロウィン、ありがとうピエロ。コオロギ、あ、コオロギじゃない、待って、コウモリだ、コオロギって言っちゃった。カイリちゃん免許ないんですよ。大丈夫だよ、うん、今日はキラキラもつけて。お菓子ありがとうございます。そう、すごい厚底なので、みんなも転ぶことには気をつけてね。コマリありがとうございます。免許取る予定は、え、あります、あ、ないか、予定はないけど、やっぱりまあ1回ぐらいは取りたいなって思います、免許をさ。普通の人はさ、普通結構取るのが普通みたいなとこあるんです、新潟は。取ろうかなと思うけど、なんかいいタイミングがあるかなって感じです。はい、でも私将来、なんかオープンカーに乗るオープンカーを運転したいので、オープンカー運転できる免許。お墓ありがとうございます。そう、最善で楽しく公演見れた、よかったです、ありがとう。アクセルで右ですか左ですか、もうそれもわかんない。でもなんか右利きが多いから右なのかな。そうだよね、難しいね。いつか、いつか撮りますので。まあでも在籍 NGT 在籍中は撮らないかな、怖いから、事故になった。クラッチって知ってる、ってぶつかることですか、それはクラッシュか車の用語全然わかんない。青信号、赤信号、あのブレーキしかわかんない。パワー、そう、ゆめたん結構みんなと取ってきた。オートマって何ですか、オートマ。お菓子ありがとう。あ、ハンドルってわかります、あの輪っかですよねF1? F1 って、
あのレース、バケ、あ、タイヤってなんかのゴムのやつ、サイドブレーキって、え、何サイド、何ですか、あ、手のブレーキかな。分かんない。あ、ミラーはあのなんかバックとかするときに見るやつ。テールランプ、え、なに、あの、あ、プップップーか。テールランプ、あ、合ってるの。ウォッシャー液は多分その窓とか洗うときに出てくる。ウォッシャー、サービスエリアの手前で私を下ろしてちょうだいね、ねえ、今すぐ、ん？おい、なんか今ちょっと疑問なんですけど、バックってあるじゃないですか、あれってどこ押すんだろう。アクセルじゃないですよね。じゃあ、あ、3個足はなんか押すところがあるってことかな。バック用、全身用、ストップみたいな。あ、その時にギアを変えるの？あ、そうなんだ。じゃあさ、そのギアがどうなってるかどうかしさ、ちゃんと分かってないと、こう車止めたいのに前に進んじゃうかもしれないし、なんかそのギア変えたままさ、信号前に進もうとしたら後ろ進まちゃうかも。ブレーキ5回踏むと愛してるって意味。そうなの、なるほどね、ちょっと賢くなりました。あ、音、あ、あ、あ、プープーってやつか。あー、あー、まああれがあれば多分大丈夫かな。まあまだ学んでないからね。その時に知りたいと思います。猫耳だよ。お疲れ、ありがとう。お疲れ、お疲れ、耳。今免許あるメンバーはみゆとゆめたん。れじゃないですか、れいなさん、あとみはるさんってあるのかな。お疲れ、ありがとう。あ、かほ、あ、そうだ、かほあるんだ。おー、なんか大人ですね。公演お疲れ様でした。ありがとう。これどうやって作ってるんだろう。まあ私もわかんないけど、そう、なんかハートも三つ編みだからこうしてるから、まあなんか構造は一緒なのかもしれません。あー、お菓子ありがとう。じゃあじゃじゃーん。全然刺さってるわけじゃない。なんかこっからなんか生えてる。生え際恥ずかしい。アイドルの生え際。でも固めてます。ピンでそう止めてるとか。すごいよね。
あのちょいちょいね AKB さんの武道館が気になって、こう3日目だからこう何か昇格発表があってなんかあるのかなって思って調べたりしてたら、あの19期生さんのね応募があったみたい。よくある、私 AKB さん好きだから、なんか公演のさ2部と3部の間にツイッターでさAKB48 武道館ハッシュタグ、そう19期生のね応募始まったんだって。応募しないよでも19期生ってすごいね、なんかもう歴史だよね、歴史歴史。うん、何年目ですか？6か7すごい、小学生もいいみたいな。すごいよな、歴史だよね。こんばんは。ほこりの丘やってた。見たい。大森さんと同期です。大森さん、マホッピョン煽ってたよね。大騒ぎ天国の時。お前ら盛り上がれんのかーって。見た。ちょっと切り抜きを。可愛かった。ドラフト会議、ドラ4。そうだよ、これ見てキラキラがついてるんだよこっちで。すごい、え、祈りまで、え、でももともと AKB さんの楽曲なのに私も嬉しいと思ってしまう。乗れてますか？え、嬉しい。手持ちにしたの。そう、これ久しぶりにつけた。痛い。待って、なんかまぶたの、まぶた？皮膚が薄いから痛い。手持ち漏れる。ライトの当たり加減かな。なんか前のところはね、すごい漏れなかった。ないものじゃない。まつげが今いい感じ。パチンコの楽曲なの。パチンコ。皆さんってパチンコとかするんですか？唐突。卒業した、昔してた。イエス、しないです。たまに、なんか私パチンコのルールが分かんないんですけど、なんだパチンコってさ、何え、ゲームと違うの？なんですかね、コインゲーム。何なんだ。パチンコって運なのかな。しゃ知らなくていいですか。お父さんね、してないと思います。わ、私に
私には、私になんか隠れてるならわかんないけど、麻雀できない、何にもできない、麻雀かっちゃん将棋しかできない運じゃないの、人狼しかできない、トランプしかできない。かっちゃん将棋っていうのはあのなんか音を立てないで将棋の駒を取るっていう、なんかさ、将棋のケースあるじゃないですか、そこに将棋バーって詰めて、こうなんかプリンみたいに将棋台にフッてやってこう取るんですよ。そしたらなんかさ、バラバラになんか重なってて、それを一枚一枚こうカチャンって言わないように恐る恐る取るっていうやつ。あ、呼び名がみんな違うんだね。うん、ねえ、昔やった、私も小学校ぐらいの時かな、やったの。呼び名が違うんだ、すごい、なんか文化、前科、前科将棋盤、あーあー、言われてみたらまあそんなもの、将棋崩しが多い。へえ、かっちゃん将棋は新潟だけなのかな。野球できるって、え、ね、な、野球ができるってどういうこと、野球できない、一人で。あと、ありがとうございます。あとはもう何もできません、将棋は。あれも、囲碁もできない。うん、オセロはできますよ、うん、オセロチェスできない、え、本当にそういうのできない、強くないよ。魚釣りは、え、なんかね、魚釣るの申し訳なくなっちゃって、魚、魚は釣るのは漁師の方にお願いします。魚さ、魚って何、釣りやったことある、川も海も下水もある、サンを釣ることはできますか、うん、尊い、ありがとうございます。ドラムできないな、た、ドラムありがとうございます。競馬もできません、競馬だ、競馬って言っちゃう、競馬ね、できない、グラビアで釣られたって、グラビアをしてからなんか、なんだろう、こう一部分の方がより私のことを好きになってくださったような、気のせいなような、わかりませんね。ダーツ、ダーツができるか、
ダーツなんかあれしかやったことない、赤ちゃん用のノリでくっつくダーツみたいな家で、うん、いつしたのって、いつだっけ、秋ぐらいですかね。そう、フォロワーさんが増えて、なんかみゆみゆとのはどんな感じなの、どんな感じなんだろうな、まださちょっと紙で見てないからわかんないけど、なんか、あ、そうだ、そう、あのね、卒業した先輩にちょっとお見せしたんですよ、とある先輩に。そしたら多分これファンの人泣くよって言われました。泣くなんて何泣きなんだろうわかんない、何泣き、そう、一期生さんにお見せしたんだ。泣く、泣く、泣きますかそんな悲しませることはしてないと思うんですけど、うん、チェックするからもめで送ってよ私も泣く、わかんない、何泣きそんなショッキングな写真じゃないよ、耳ハートで開けた、そんなに、そんなに、私もあげちゃったよ泣くとか言って。なんかね、なんで泣くのかっていうとね、エモいみたいな、エモいと言ってくださりました。ショック泣き、ねえ、私がさ、待って、私ってみんなのことショック泣きさせてしまったことってあるのかな、ありますか、私のことでさ、私のショックで泣いたことありますか、皆さん。あー、そうだと思う、おお滑っちゃった、あ、ないか、よかった。うん、帽子ありがとう、ないですか、紀ノ国屋で買ってすぐ泣くね、笑い泣きならある、今のところ、おー、いや、なんか今回の泣きはエモ、あ、おうかな、多分なんかさ、私のファンの方はついこの間ね、あのソログラビアを見たばっかりだから、なんかどうなんですかねてくれるのかな、泣かせた心当たり、いや、ないな、ないな予約しましたっていう声も次々いただいてありがとうございます。プラチナフラッシュさん、よろしくお願いします。心当たりないよ、取り方が違う、あー、うん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 、違う、いやー、ありがとう、予約してくださって、電話、何、予約って、あのお店に行くことでもでき、予約しないと手に入らないんですかね、私も記念に欲しい、撮影楽しかった、なんかあの撮影ね、泊まりだったんですよ、前日別のお仕事があってそのまま泊まって撮影だったんですけどね、その泊まった時の深夜にコンビニに行こうと思って、宿泊の中にコンビニが入ってて、
でまあ眠いけど、あそうネイルを落としたくて、あもう除光液、うん、買いに行くかと思って行ったら、あのさ、いや別に言葉にが流れてきて、なんか私の入場音みたいになった。びっくりした。そう、入場音が流れました。うん、すごい、そのコンビニ大好きになった。大好きになって、なんかいやこれなんか嬉しいからちょっと動画撮ろうって思って、なんか動画撮った地面映してる、あの別流れてる。あ踊ってないです踊ってないです。うん、そう東京のコンビニ、嬉しい。言葉にでもそのコンビニに私がね買うものが除光液がなくて、そのお店は後にしちゃいました、はい、感謝の気持ちとして何か買えばよかったのか。あの別劇場、えそうだよね、えレジんーなんかあの商品ありますかって聞いて、ないですって言われて、ちょっと待ってとはなってないけど、コンビニね、そう除光液、あで、その宿泊所からまあ5分ぐらいしたコンビニに除光液が売ってて歩いていきました。結局ね、ハートありがとう、コウモリありがとう、はい、それで無事にマニキュア落として撮影っていう感じです。でなんかこの前